皆さんこんにちは、ダイです。現在私は JR 広島駅に来ています。本日はゴールデンウィークも真っ只中の5月5日子供の日です。これからのぞみ号に乗って博多に向かおうと思うんですが、のぞみ号といえば臨時を含めた全列車において7号車が S ワーク席に設定されています。 S ワーク席はスマート EX やエクスプレス専用の商品になっていて、駅の窓口や券売機では購入できないようになっているんですが、実は再繁忙期には S ワーク席の設定が解除され、7号車が一般枠として帰ってくるんですよね。そこで一つ気になったのが、一般枠に帰ってきた7号車を利用した場合、 S ワークの機能っていうのはどうなっているのかです。そこで今回は実際に広島から博多までのぞみ号の7号車を利用して調べてみようと思います。ということで JR 広島駅の切符売り場にやってきました。今回もすでに私ね、切符は持っているわけなんですが、本当にね、7号車のぞみの7号車の指定券が券売機に返ってきているのかっていうのをね、実際に利用して確認してみようと思います。指定席の項目から新幹線指定席、広島から博多、本日同じ乗車するのはのぞみ35号ですから、これですね。お、7号車が本当に一般枠に戻ってきていますね。こう見ると、まあ、数席空いているといった感じになっています。いや、本当に7号車にね、一般枠に帰ってきてるんですね。これはマジでびっくりです。いやー、本当にのぞみ号の7号車が一般枠に帰ってきていましたね。今回私 E 特急券で切符購入しているわけなんですが、こちらでもね、 S ワーク席で購入することはできませんでしたからね。 E 特急券で7号車が確保できているってことは一般枠に帰ってきているということです。それではね、早速入場していきましょう。今回博多まで利用していくのぞみ号っていうのが17時3分発11番乗り場から出るのぞみ35号です。この列車ね、 N700S の固定運用になっています。場合によってはね、個室付きのやつですからね、それがどういう風な扱いになっているのかちょっと気になるところです。早速11番乗り場移動していきましょう。 JR 広島駅の新幹線下りホーム11、12番乗り場やってきました。乗車するね、のぞみ35号の博多駅、11番乗り場から出るわけなんですが、もうすぐ列車入線してくるみたいですね。広島駅11番乗り場には17時3分発のぞみ35号博多行きやってきました。 JR 東海の N700系スプリームです。こちらに乗ってね、博多へと向かおうと思います。側面表示はフルカラー LED になっています。早速ね、7号車から乗車していきたいところなんですが、東京始発の新幹線、この広島は途中駅ということでね、下車する人が優先なわけです。しかもね、広島は結構利用者多いということでね、発車ベルが鳴っていてもまだ降車が終わっていない感じになっています。まあ、さすが新幹線ですよね。降車が終わったので早速乗車していきましょう。マジで7号車、普段は S ワーク席で使ってる席ですね。車内はこんな感じです。普通車はね、進行方向左側が3列、右側が2列といった感じになっています。座る席は12番 A 席ということで、ここですね。17時3分、広島駅をのぞみ35号発車していきます。JR 東海の車ということでね、メロディーはアンビシャスジャパン、ただね、途中駅なので、まあ、ちょっと短めのやつなんですよね。さて、のぞみ35号も広島駅を発車しましたのでね、早速いろいろ見ていこうと思います。まずね、普
普通車すべて共通なんですが、肘掛けにねコンセントがあります。このように利用することが可能になっているんですよね。続いて前座席見ていきます。まず背面テーブル、こちらにはですね SWiFi 4Biz の案内があります。まあ、実際に利用できるかはね後ほど見ましょう。でその下の網ポケットにはのぞみ号7号車をご利用のお客様へっていうね S ワーク席に関する案内のシートがあります。まあ、以前ねご紹介したんですがビジネスサポートツールっていうのはね新横浜に京都間ということで範囲外ということで今回ちょっと体験はできませんね。またその下ビジネスブース、今回 J の33編成に乗っているわけなんですが、書いてある通りですねこの列車には設置されておりませんとあります。使えないですね。本来ねのぞみ35号っていうのはビジネスブース付きの車両固定なんですが、ゴールデンウィークによるね多客機輸送 S ワーク席をね設定しないからか運用がちょっとずれているわけです。それでは SWiFi 4Biz が使えるかちょっと見てみましょう。お、出てきましたね SWiFi 4Biz 使えるんですかね。繋がりましたよ。 S ワーク席設定がなくてもね SWiFi 4Biz っていうのは7号車に飛んでいるみたいですね。利用することが可能になっています。車内の案内表示はディスプレイになっています。ちょうど流れている通りですねのぞみ号の7号車再繁忙期は S ワーク席の機能がないよっていう話が出ていますね。列車は現在新岩国駅通過しています。新幹線はですねディスプレイにどこどこ通過中って案内が出るようになっているんですよね。山陽新幹線は最高速度が300キロの路線です。現在のぞみ35号もねそれに準ずるスピードで西へと進んでいるわけです。めちゃくちゃ速いですよね。のぞみ号やみずほ号県面に NO が記載されている列車っていうのはですね300キロが出やすい列車になっています。それ以外でもね場合によっては300キロ出す場合もあるんですが、のぞみ号、みずほ号に乗れば大抵300キロを体験することができます。新山口駅付近では進行方向左側に集団コンビナートが見えます。夜間帯にねここを通ると工場夜景が綺麗なんですよね。そして列車が通過していくのが徳山駅です。一部のぞみ号も停車するわけなんですが、のぞみ35号は新山口に停まるので代わりに徳山は通過です。通過後はねしばらく集団コンビナートの様子を楽しむことができます。夜間だったらね本当に工場夜景がこう綺麗なところなんですよね。通過しているのは新下関駅です。新幹線本州最西端の駅ですね。通過後すぐに列車は新関門トンネルに入りました。本州と九州を隔てる関門海峡を越えるための海底トンネルです。このトンネルを抜けると九州地方に上陸しているわけですね。新関門トンネルを抜けてねのぞみ35号は九州地方へと上陸しました。九州島内に入ってもねのぞみ35号は300キロ近いスピードでね高速運転していきます。
島本線吉塚駅付近でね、列車は鹿児島本線と合流します。こっから先終点の博多までっていうのは鹿児島本線と新幹線の並走区間になっています。列車によってはね、この区間で並走の様子っていうのを楽しむことができるんですよね。ご利用くださいましてありがとうございました。広島を出てから1時間6分、やってきたのが終着駅博多です。乗ってきた N700S っていうのは折り返し18時36分発、のぞみ62号東京行きとして運転します。東京からね、1000キロ以上やってきた N700S、折り返してまた1000キロ以上走って東京に向かうんですね。なかなかハードスケジュールですよね。再繁忙期限定で一般枠に帰ってくるのぞみ号の7号車を利用してみた動画、いかがだったでしょうか。2024年春にはね、のぞみ号の7号車 S ワーク席として窓口や券売機にも帰ってくるみたいなんですが、再繁忙期にはね、 S ワーク席の設定がなく、今でも利用することが可能になっています。ゴールデンウィークはね、もう終わってしまったわけなんですが、次はね、おそらくお盆にはまた7号車の一般枠が帰ってくると思いますので、もしね、興味がある方はのぞみ号を利用する際、あえて7号車を選んでみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。